はいどうもこんにちは、しのぐです。今回はですね、キャンペーンを終えて、万能厚労省を手に入れて、レジェンダリーにですね、館長アップグレードしようという人も多いと思うので、今回はレジェンダリースキルについてね、ちょっとおすすめのスキルの方を、まあちょっと確認していこうかなと思います。では早速、東郷平八郎ですが、東郷平八郎のレジェンダリースキルは、阻止できない再建の意思満載といったスキルになっています。自分はね、満載を搭載していますね。 えー、自分はまだ日本戦艦の艦長ね一人も引けていないのでこの満載を持っている東郷平八郎が、まあ、戦艦にはね有効な艦長になっています修理班のね使用回数を一回増やせるので、まあ、かなりね有効なスキルだと思っています、まあ、こちらね、えー、戦艦に、まあ、艦長を持っていない方はですね結構東郷平八郎タイプの、まあ、万能型艦長でこの修理班をね一回増やせば、まあ、ある程度はですね戦えるようになるかなといった感じですね もう一つ、再建の意思は、修理班の動作中の間、HP 回復速度が上がると。HP のです、ね、回復速度が上がってくれるので、まあ、修理班の純、ね、粋強化にはなってはいるんですが、まあ、使用回数を、ね、増やす方がよっぽどです、ね、回復量があるので、まあ、こちらを、ね、2択であれば、どう考えてもです、ね、満載の方が戦艦の感情として使うならおすすめといった感じになりますね。で阻止できないというスキルなんですが、まあ、こちらはです、ね、手機、エンジンのです、ね、修理時間を短縮してくれて、 で最高技能レベルでは、機能停止状態のエンジンでも低い機動力が得られるということで、まあ、クイックフィックスにです、ね、似たスキルになっているんですが、まあ、残念ながらです、ね、レジェンダリースキルを、えー、最高技能レベルまでアップするとなると、厚、えーまあ、労省がです、ね、とても多く必要になってしまって、まあ、現状ではです、ね、なかなかマックスレベルの感知を持っている人って少ないと思うんですよね。まあ、なので、この阻止できないに関しては、ちょっと、ね、現状ではまあほぼ役に立たない、まあ、相当です、ね、時が経って、 えーまあ、よりですね多くの厚労省を手に入れた場合に、まあ、有効になるスキルで現状、ですねこのレジェンドレベル1で使用するにあたっては、まあ、ちょっと、ね、有効性は低い、まあ、スキルになってしまっているので串具会にですね使うにしても、うんまあ、かなりですね有効性は低いかなといった感じになってしまっていますね。さあ、じゃあ次は巡洋艦艦長ですね。 えーまあ、自分は主力としているのが山本五十六ですが山本五十六はですねまた満載を持っていましてもう一つが装填ステーションになっています。まあ、こちらね4つ目のスキルにあったんですがこのレジェンダリースキルに移動させられてしまい、まあ、ちょっとね山本五十六若干の弱体化だったんですが、まあ、この装填ステーションはね巡洋艦手法の装填時間短縮してくれるので、まあ、現状ではね3%しか効果はありませんが、まあ、こちらセね、まあ、5%また上げていけば どんどん効果が上がっていくので、もうこの装填ステーションはですね、巡洋艦艦長、まあ、他にもノーマン・スコットやですね、まあ、ドイツにも似たような艦長いますが、まあ、これはですね、かなり有効なスキルになっていると思います。現状でもですね、3%だけでも、えー、どれぐらい効果があるかっていうのをちょっと確認してみましょう。まずですね、持っていないスキルを外した状態ですね。えー、スキルを外した状態の、まあ、最上の装填時間を見てみましょう。スキルを外した状態の最上の装填時間は13.2秒。 で,す、ね、で山本1クで装填、えー、ステーションを積んでみます、まあ、そうするとですね12.8秒ということで、まあ、わずかにですね短縮されているのが、まあ、お分かりいただけるかなと思います、まあ、このねスキルの短縮幅っていうのは、えーまあ、これをねどう捉えるかといった問題ではありますが、まあ、いかがでしょうとって感じでね13.2から12.8になりました これをね、どれぐらい有効と取るかなんですが、まあ、いかがでしょうといった感じですね。まあ、ただえ、自分はですね、まあ、今後、さ、ま、ら、あ、に強化していけば、まあ、1秒ぐらいはですね、短縮になるはずなので、まあ、非常にね、有効なスキルかなとは思っています。まあ、さらにですね、満載をですね、まあ、あの搭載しても、巡洋艦、日本巡洋艦はですね、まああのー、ソナーと、えー、関西機しかないので、まあ、ソナーがね、3回使えるのはまあ確かに嬉しいですけれども、 まあそれほどですね、有効性が高いわけではないので、まあ、この装填ステーションで装填強化がいいかなと思います。まあ、ただですね、ドイツ巡洋艦やアメリカ巡洋艦ですと、まあ、有効なレーダーや、えー、ソナーをですね、装備しているので、まあ、こちらでですね、満載を積んで、うん、まあ、強化してあげるっていうのは、まあ、ありかなとは思います。さあ、続いてもう一人、巡洋艦艦長の三河軍一ですね。三、ま、河、あ、軍一タイプ、他国も同様にですね、近畿エとか、えー リッチやつですかいますけれども、まあ、こちらはですね、満載、同じく持っているんですが、まあ、もう一つですね、いやいやいや三河軍一は音響室というスキルを持っているので、まあ、こちらでね、ソナーの使用回数1回増やせるので、日独の巡洋艦に関しては、まあ、基本的には満載は搭載する必要はないかなといった感じですね。で、まあ、米の、えー、巡洋艦でしたら、まあ、満載を搭載すればあの、レーダーが1回増やせるので、まあ、有効かなと。 で教科書通りというもう一つのスキルなんですが、まあ、応急交差感を、ね、わずかに強化してくれるかなといった感じのスキルで、まあ、巡洋艦にとってはですねそれほど有効性はですね残念ながら高くないかなと、まあ、いった印象はあります、まあ、残念ながらですねこの三河軍一タイプの、うん、レジェンダリースキルはそれほどですね強くないかなと、まあ、いった感じですねさあ続いては田中ライゾウタイプのです、ね、駆逐艦,艦艦長です えライゾータイプのですね駆逐艦は阻止できないともっと速度をですね。阻止できないは先ほども紹介した通り、レジェンダリー、えー、最高ランクでないと強化の恩恵が得られにくいので、まあ、そんなにですね選べないかなといった感じ。でもっと速度はです、ね、非常に有効なスキルで、エンジンブーストの使用回数をです、ね、レベル1の段階で1回も増やしてくれるので、 エンジンブーストがですね、純粋強化される上に、まあ、初手からですね、エンジンブーストを使っていけるので、えー、足の遅いですね、日本駆逐艦にとってはかなりですね、有効なスキルであると思います。まあ、ただですね、これ、引っ掛けとして、え、まあね、エンジンブーストがね、使用できないイギリスの駆逐艦艦長のティルビットですね、でも、もっと速度をですね、実は持っているので、まあ、イギリスのね、駆逐艦艦長で、このもっと速度は選べないかなといった感じなので、まあ、ちょっとね、それに関しては注意が必要です。 さああじゃあ続いてはですね、栗田武雄タイプですが、栗田武雄タイプは、措置できないとリバイアさんですね。で、まあ、措置できないはさっきから紹介している通りで、でリバイアさんはですね、移動速度が低下してしまう代わりに、最大 HP が上昇するといった感じのスキルになっています。で、このスキルはですね、基本的にレベルが上げれば、まあ、メリット、要するにいい点はですね、見てのーセり2%から4%に上昇していってくれて、で、デメリットは据え置きの3%のままなので、 まあ、レベルを上げていけば、まあ、よりですね、有効性を見いだせるかなといったスキルにはなっています。まあ、現状ではね、ちょっとメリットとデメリットが小さすぎて、なんかそんなに有効、そんなスキルに見えないので、現状はリヴァイアさんは自分は見送って、まあ、一応阻止できないようですね。これも本当にビビたる効果ですが、まあ、搭載しているといった感じですね。ちょっと、クリタ・タケオタイプはですね、レジェンダリーランクをかなり上げないと、ちょっと効果は見いだせないかなといったスキル構成になっていると思います。まあ、さっきから言ってる通りね、このライゾータイプや、 え満載などですね、まあ、露骨にですね消耗品1個増やせるといったタイプの,あのレジェンダリースキルはかなり、ね、強いかなといった感じですね。で、もう一人駆逐艦タイプの艦長として、レ a バイクがいますね。アーレ a バークのスキルは阻止できないと、えー、力よりも非となっています。まあ、こちらのスキルはですね、すねイチー e ーの火災発生率をまあ1%、でレベル2では2%といった感じで、えー、高くしてくれるので、 こちらもですねレジェンダリーランクを上げていけばまたです、ね、リヴァイアイさんと同じく有効性が、ね、見いだせるスキルですが、まあ、にあのアメリカの駆逐艦に関してもともと発火率が低いのでちょっと自分はねこれを搭載して、まあ、米軍のアメリカ駆逐艦のです、ね、火力を底上げしてるといった感じですね。 さあ,じゃあ最後、戦艦の艦長ですが、まあ、回してもう1人、1人目は高木武夫ですね。高木武夫は制度特化タイプの艦長になりますが、再建の医師とファーサイト。まあ、ファーサイトは、ね、修理班が減少してしまうので、まあ、これは論外といった感じで、で再建の医師ですか、選ぶとしたら、まあ、修理班が、ね、純粋強化されるだけといったスキルで、まあ、これをね搭載するしかないでしょうといった感じですね。最後は近藤信武ですね。近藤信武は、 えーまあ、要するに、えー、同じくです、ね、再建の意思とで速度重視となっています。まあ、再建の意思は、ね、見ての通り修理班重水強化で速度重視はです、ね、手法の散布解が悪化する代わりに戦艦の方の旋回速度と点打、まあ、所要時間を改良してくれるといった感じのスキルになっています。まあ、ただです、ね、自分はちょっとこの、まあ、手法散布解が悪化するのはちょっと、ねまあ、嫌かなといった感じなので、まあ、普通にです、ね、このクリスクロス を積んでいれば別にそれほどですね、天ダに困ることもないので、まあ、基本的にはですね、再建の意思ですね。自分はまあ同じタイプのリー艦長は、この再建の石を搭載しているといった感じになっています。はい、えー、以上でね、一通りのですね艦長のレジェンダリースキル、えー、紹介したと思います。まあ、レジェンダリーでね、強化される、まあ、有効な艦長というのは、やはり駆逐艦の、ね、エンジンブーストを増やすタイプ。 がね、かなりおすすめですし、まあ、あとはね、かなりランクを上げていかなければいけないなといった感じで、ちょっと難しいところはありますが、まあ、特にね、この装填ステーションや、うん、まあ、あとは、あの、その先ほども言った満載とかはね、有効なスキルなので、いろいろですね、皆さんもぜひ試してみてくださいといった感じで、えー、今回はレジェンダリースキルの紹介でした。えー、ご視聴ありがとうございました。